こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。おお、世界の経済や国家 FX に行き当たりそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、戦争はお金儲けのために起こっている、おお、かっこはてなというお話です。はてなにしとこうまあね、まあ、最近のニュースで言うとですね、タリバンが首都まで制圧したなど、まあ、アフガニスタンの、ね、ニュースが次々と流れていますけども、うん、そもそもですね、アフガニスタンの政府軍はですね、アメリカが約10兆円もかけて育てていました。10兆円も、はい、武器とか、まあ、軍事訓練とか含めてね。何年間で10兆円ですか？約20年弱でね。じゃあ、ね、年間で5000億円以上、すごい額、ね、表向きだけでね。おですが、実際に戦いになってみたら10兆円かけた アフガン政府軍超弱かった。超弱かった。だから一瞬でね、カブールまで制圧されたわけですけど。そうですよね。というか戦わずして逃げた兵士もいっぱいいたと。ほう。という事実が今報道されています。うーん、じゃあアメリカがしたことは何の意味もなかったのか、アメリカはいわば10兆円も大損しただけなのか、うん、いえ、そんなことは全くありません。ありません。めちゃくちゃ儲かりました。はい、まさに戦争はお金儲けのために行われているという裏話について解説したいと思います。はい、ワクワクしてきたねでは本題に入る前に一つだけ神尾 TV が超重要なお知らせがあります。うん、このようなですね、ちょっとやっぱり裏話はですね、コロナに関連してもいろいろやってたんですけれども、ちょっと YouTube さんから怒られまくりましてですね、はい、今は別の SNS でやってます、うん、ちょっとやばすぎて YouTube から削除されてしまった動画もそちらの SNS で復活させてます。残念ながらね、メルマガでのみ動画見る方法をお知らせしてます、はい、YouTube で本当これ以上言えませんので、見逃さないためにまだの方はぜひメルマガの方登録しておいてください。お願いします。動画欄にリンク貼っております。もちろん一切費用かかりません。完全に無料です。そしてその削除された動画内容は絶対あなたに知っておいてほしいお話となってます、うん、特に女性の方は必ず一度見ていただきたい内容となってます。ちょっとめんどくさいんですけれども、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メモ登録をお願いいたします。お願いします。では早速本題に入っていきたいんですけども、はい、まずはですね、この10兆円かけて育てたアフガニスタン政府軍超弱かったというお話からなんですけども、はい、まあ、今回ですね、ずっと言われてますけども、タリバンがですね、アフガニスタンの首都カブールを制圧しました。しましたね。さらに次々と主要都市も陥落させていきました、うん、実は兵士の数では政府軍の方が圧倒的に多かったんですね。圧倒的なんですね。ただ次々とも敗北したその背景にはですね、うん、兵士が簡単に逃げてしまうという、うんうんうん、そういうアフガニスタンの体質があったと指摘されています。いや、兵士ちゃうやん。まあ、そうですね、逃げたらね、うんうん、アフガニスタンの陸軍と空軍、そして警察部隊ね、うんうん、は合計はその政府の発表によると30万人いますと。めっちゃおるよ。陸軍、空軍、警察部隊ね、うん、まあ、海軍は海は関係ないから置いといて、うんうんうん、30万人いると。でアメリカ軍の支援を受けてきたので、うん、タリバンよりはるかに資金もあるし、武器も強い武器がいっぱいありますと、はい、でアフガンの治安部隊にアメリカを中心とした国はですね、約880億ドル、まあ、約9兆6000億円をずっと費やしてきました、うん、だそれぐらいつぎ込んで育ててたわけですよね、うんうん、しかしですね、イギリスの BBC 放送によるとですね、そのアフガニスタンの政府軍の兵士たちは自分の家族とか、うん、自分の部族とかとつながりがない地域に派遣されたんですね。ほう。なので全然士気が高くなかったということです。なるほどなるほど。なんで俺全然関係ない地域守ってるの、うん、全然違う民部族だし、うん、家族のいる地域守るんだったら本気出すっていうね、士気上がりますけど、うんね、全然関係ない地域に派遣されたんですね。こんなとこで死んだないよっていう、ね、あ、まあ、そういうことですよね、うん、なので戦いいざタリバン攻めてきたらもうすぐ逃げたと、うん、いうことがいっぱいあったみたいです、うん、撤退や撤退や言うて、だって戦う意義があんまりないですもんね、うんうん、向けます。自分の家族の地域違かったら戦おうかっていう兵士もいるかもしれないですけど、そうですね、え、なんで俺この知らない土地を守るん、うん、っていう、まあ、こ感じ、他の部族の土地やのにそういうことですね、うん、さらにですね、幽霊兵士がいっぱいいたと言われてます。幽霊兵士、幽霊部員みたいな感じ、まあ、そういうことですね。ほうほう。要は軍のトップの方が、うん、実体のない軍人を勝手に名前だけいっぱい名簿に入れといて、ほう、政府から給料もらうと。あ、
その経営者の軍の、うん、だから軍の地方の軍のトップやとします、うんね、本来は1000人配属いるけどプラス1000人勝手に名前だけ作っといて2000人俺兵士が書いてるから2000人分の給料くださいと政府に言ってで、うん、アフガン政府はアメリカに2000人分の給料くださいって言って、うん、お金降りてくるんで、で1000人分自分の懐に入れてるって人がいっぱいいます。めちゃめちゃやな。これはねもうドラマにもなってますけどアフガニスタンそういうの多かったらしいですね。不正ですね。汚職というか完全に汚職、軍の汚職ですね。はあ。で実際これアメリカの議会に提出された報告書でもアメリカの政府高官はこういう汚職について深刻な懸念があり兵力のデータには疑問符がつくと述べています。つまりそんなに実際言われている30万人なんか全然いないよと、はあ、幽霊兵士いっぱいいるよと。なるほど。いうことがもう実際アメリカ議会にも提出されているんですけど今回蓋開けてみたらほんまやったと。ほういないやんと兵士へいうことだったみたいですね。まあ一応今言ったけど公表されている人数はアフガニスタン政府軍30万人に対してタリバンは6万人ぐらいと言われたんですけども、うんうんうん、まあ、実際タリバンはねこのコーナーの別の動画で言ったように、まあ、いろんなところから勢力を集めてくるので実際支援者まで入れると20万人を超えていると分析されています。なのでそれだけでも、まあ、ほぼどんどんぐらいなんですけどアフガニスタンの兵士は言ったように本来もっと少ないし、うんうん、すぐ逃げるから、まあ、圧倒的に負けちゃったってことですね。なるほど。でアフガン事情に詳しい元イギリス軍の将校のマイク・マーティンさんという方が BBC の放送にインタビュー答えてるんですけども、うん、アフガニスタン政府の当局者は生き残るために敵方に寝返る戦乱の歴史を繰り返してきたと、うん、最近陥落した西部の主要都市ヘラートでも州知事をはじめ高官が一瞬でタリバンに寝返ったと。来た瞬間もう、ね、政府を州知事ってことはその地を守らなあかん、そうだね、トップやのに負けました降伏しますへあなたの味方がいますって一瞬で寝返ったと。へ言うてみれば、ね、アフガンもう攻めてきた瞬間大統領も逃げたからね。そうやね、うん、金持って逃げたからね。そうそう金持って逃げて一説によると、うん、もう持ちきれんから置いていったっていう、うん、空港に、はあ、現金をね現金いっぱい持っていったけど飛行機乗らへんから、うん、これ以上だったら重量制限になって空港置いていったという、うん、写真もありましたけど、うん、みんな逃げたわけですよね。ですよね。トップも逃げたし州のトップも逃げたからそれは兵士も戦う気ないですよね。怒らないですよね。もうそういうトップになれないような体制になってたわけだ。無法職同職腐敗腐敗みたいな腐敗腐敗、うん、じゃあもうまともな、まあ、政治というか国になってなかった、うん、ならせてもらえなかったんだね。アメリカはね、うん、傀儡政権ですから。ですから言うたらちゃんとされたら独立されるんで、まあね、ちゃんとせん方がずっと石油の利権も取れるし。そうだね。まあ、そんな感じです。今言ったように大統領も逃げるし州知事もすぐこう寝返るしっていうことで、もう兵士たちはほぼ無抵抗でどんどんタリバンに降伏していったということですね。なるほど。それでタリバンはですね完全にもう何も戦わずに降伏したらアメリカ軍その政府軍が持っているアメリカ軍が与えた最新の武器を生身でそのまま何も無傷で取れますよね。そうですね。でだんだんもっと強くなっていったと、うん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 、アメリカ軍の武器を持って強くなっていったということですね。うん。なのでアメリカが支援しまくった結果皮肉にもタリバンが超強力になったと。強力になった、ね、アメリカ軍の武器持っているということになってしまったということです。あの顔認証システムも取ったらしいね。ああそうですね。最新のね、うん、アメリカのね、うん、うん、すごいよね、うん、このようにですねアメリカが20年くらいかけて育ててきたアフガニスタン政府とか軍隊は全く結果が出ませんでした。ほう。じゃあ何だったの。だって軍隊は当然国民の命と財産を守るためにいるわけですけど、ですね、逃げたら何の意味もないですよね。うん、ではアメリカがしたことは何の意味もなかったのか、はい、アメリカはいわば10兆円も大損しただけなのかということなんですけれども、いやそんなことは全くないと。そうなんですか。めちゃくちゃ儲かりましたと。儲かったんですか。正確に言うとアメリカ政府は10兆円大損したかもしれませんが、はい、その裏にいる勢力は少なくとも10兆円以上大儲けしているということです。なるほど。例えばですね、うん、ずっと言ってますけどアフガニスタンの政府軍に最新の武器アメリカ軍渡したって言いましたけど、うん、じゃあその武器どっから買ったの。はい、当然アメリカの軍需産業ですよね。ですよね。アメリカの裏には超巨大な軍産複合体がいますから、うん、当然アメリカ政府がアフガニスタンに武器渡すときに自分どっか買いますよね。はい、そしたら軍需産業めっちゃ儲かりますよ。儲かる、うん、だってこの人たちは別に何もアフガニスタン制圧されても何も関係ないからね。ですね、うんうん、でアメリカ政府もね
そんな言うてもお金ないわけですから、うん、当然国債売ってお金借りるわけ、つまりまあなんだかんで言ったら中央銀行がお金借りるわけですけど、お金吸ってもらうってことですけども、うん、そしたらそのアメリカの中央銀行 FRB 裏にいるのは、うん、ね、ゆうちゃんの歴史コーナーで解き明かしたように、うん、今で言うところの国際金融資本家ですよね。そうですね、国際金融資本家まためっちゃ儲かりましたよね。儲かりますね、うん、じゃあアフガニスタンの兵士たち誰が訓練したのと、うん、というかアフガニスタン実際に戦ったの誰なんと、誰なんですかということなんですけど、実はですね今の時代軍隊って戦わないんです、うん、あ、そうなんだ、まあ、だいぶ極端に言ったらね、うんうん、あのよくテレビでアメリカ軍が戦ってるシーンとか出るじゃないですか、うんうん、あれは撮影用に戦ってます。撮影用の戦いね。だってそんな危ないところにテレビカメラ行くわけないやん。ほんまやほんまや。まずねテレビ撮影用第一戦線の一番先頭にカメラ持っていく人いないから。ほんまやね。あれは撮影用に撮ってるんであって、うんうん、でアメリカ軍が戦ってるとこ、アメリカ軍が戦ってるとこ今は基本的に比較的簡単に勝てるところしか戦わないんですよ。ああ、そうなんですね。激戦区は全部傭兵が戦ってます。あ、そうですか、うん、アメリカ兵いないんだ。ほういないです。だってねこれアメリカ兵がもし戦い死んでしまうと死者の雨で出るでしょ。お前出るし、その後遺族にもめちゃくちゃお金払わなあかんし、うん、一生面倒見なあかんからめちゃくちゃお金かかるんですよ。お前傭兵死んでも数出えへんし、うんうん、傭兵に、ね、払っとった額だけでええから。そういうことです。なるほどね。だから今の戦争っていうのは激戦区は全部傭兵が戦って、傭兵対傭兵が戦ってたりするわけです。雇われだ、うん、まあ、アフガニスタンの場合はタリバンかもしれないけどね、うん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 、ほんまに危険なところって、まあ、あんまり軍隊戦いに行かない。あ、なるほどね。お金余計お金かかるんで。なるほどなるほど。なので今アメリカに業産傭兵会社いっぱいじゃないですか。あ、ほんまや。民間傭兵会社ね、うんうん、あるある。アメリカもイスラエルとかもいろんな有名なとこいっぱいありますけど、ありますね、うん、もっとね特殊部隊が作ったようなね、うん、いっぱいありますけど、うんうん、そういうとこが戦ってるわけです。へえ。でそういう兵士は、ナイフさんがおっしゃったように もし亡くなってしまっても数出ないから戦死者に出ないし、うん、戦死者で報道されるのはアメリカ軍兵士だからね、うんうんうん、実態をよく分からなくできるし、万が一傭兵が亡くなったとしても別に保証しなくていいから、うん、政府もそんなお金いらないわけだよね。ああ、そうですね。傭兵が戦いを教えるわけですよね。実際にまあ傭兵は戦ってるわけですね。それは戦いますよ、はいはい、うん、大体問題起こすしね、傭兵やから。あ、なるほどね。規律がない、責任ないし、うん、他にもまだまだいろいろありますけども、でもっと根本的なところで言うとですね、うん、あ、まあ、当然傭兵会社持ってる上は一緒、軍需産業も FRB も上一緒ですからね、うん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 、実際傭兵会社世界中にいっぱいありますけど、これは説、まあ、これは説と思ってください、はい、一説ですけど、傭兵会社、全傭兵会社の 95% ロスチャイルド系と言われています。ああ、そうですか、はい、95% も、うん、90から 95% ぐらいは全部。じゃあ戦争したら儲かるわけですね。ただとある戦地行ったらロスチャイルドの会社対ロスチャイルドの会社が戦ってるわけですね。はあ、でも昔からやってることですよね。そういうことね、うん、それハプスブルクから始まりね、うん、もっと昔からずっとやられてることですね、はい、今も一緒ということです。うん、まあ、他にもまだまだいろいろありますけども、もっと根本的なところで言うとですね、アメリカの政治家が当選するためには選挙で勝つために多額のお金言いますよね。言います。じゃあそれ誰が支援、もちろんね、小口献金で有権者集めるけど政治パーティーして、でも本当にそんなに足りひんから、うん、誰がお金出してるのかってやっぱ同じ人ですよね。ああ、そうですね、うん、そしてですね、今回のタリバン復活はですね、実はもう多くの人は国際情勢に詳しい人はみんな予想してました。ああ、そうなんですね。というのも今年1月です、今年ですね、まあ、去年から含めてアメリカで民主党を勝ったじゃないですか、うん、はい、もうその時からこうなるだろうと。だってアフガニスタン撤退するっていうことは言ってたわけですね。言ってたし、うん、もっと言うと民主党のバックにはですね、うんうん、軍産複合体がガッチリついてるんで、うん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 、軍産複合体というのは軍需産業側としてはどうやったらお金儲かるかって、戦争してもらうとお金儲かるんですよね、うん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 、武器売れないとお金儲かるわけですから。そうですね、うん、まあ、言うてもトランプさんも結構撤退でトランプさんから始まってたんで、うん、アフガニスタンでどっちの大統領になっても多分一緒やったんですよね、この結果って。おそらくね、うん、そうですよ、ね、そうですよ、ね、そうですよ、うん、どっちもついても。そうだね、うん、はい、
歴史的に言うとですね、民主党の方が結びつきが強くて、大体戦争って民主党時代なんですね。もちろん共和党もありますけど、全然ありますけどね。なので、まあ、別の動画でも言いましたけど、今回一回タリバンが征服して、またもしかしたらアメリカが取り返しに行くかもしれない。そしたら儲かりますよね。うん、そうですね。もしくは他の動画で言ったら、中国がアフガニスタン一旦支配して、それあかんってことでまた攻めるかもしれない。うん、そしたらまた儲かりますよね。儲かりますね。どちらにしろこのままアフガニスタンにいた、アメリカ軍がアフガニスタンにいたら、もう儲かる方法なくなっちゃったから、はい、一旦引いた方がいい。なるほど、なるほど。いいってことですよね。またじゃあ混乱を作り出すためですね。うん、もしくはアフガニスタン以外のところでやるかもしれないですけど、とりあえずもう軍産複合体支援者の最大支援者の軍産複合体、まあ、ロビーストも大量に持っている軍産複合体からしたら、今のところアフガニスタンに行っても意味ないから、次のところ行かないと、ということで撤退したということですね。なるほど。裏の方から見たらね、そして大昔から歴史的に見ても、これ教科書とは全く違う角度から見るとですね、はい、戦争っていうのは当然やるには大きなお金がいります。めちゃくちゃ大きなお金が動きます。まあ、戦争するには莫大な資金が必要なんで、まあ、昔で言ったらね、王様たちもみんな歴史の教科書とか見たら王様ってお金いっぱい持ってると思ってる人多いかもしれないですけど、実際王様なんてお金ほとんど持ってないんで、王様も戦争しようと思ったら商人とか銀行からお金借りるしかなかったんですね。 そうですね。そして さっきもちょっと出てきましたけど、当時の兵士もめちゃくちゃ弱い、国王が持ってる兵士なんかめちゃくちゃ弱いんで、傭兵雇うしかなかったんですよ。うん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 、っていうのも特にヨーロッパなんかは常備軍じゃなくて戦争する時に集めてるんで、騎士とかはね、普段戦う練習してるとしても一般の兵士でも農民とかだから、普段は農民してて召集あった時だけ戦うと。そんで、まあ、もちろん訓練するとしても、まあ、限りはありますよね。そうですね。でも傭兵たちは常に戦っているから、うん、もう常に戦争経験しているわけですが、どっちが強いかというと言うまでもなく傭兵の方が強いですね。だから昔の戦争って教科書では、まあ、例えばイギリス対フランス戦ったって出てきますけど、実際戦っているのはこっちの傭兵対傭兵なんですよ。イタリアとかスイスの傭兵と違う戦って、ドイツとかの傭兵が戦っているだけ、メイン戦場はね。じゃあワーテルローの戦いとかも。そうですよ。あ、そうなんですね。うん、弱っちイギリス軍なんか何の戦いにもならない。あ、そっか。なるほど、なるほど。もうジェノバとかスイスのジュネーブとかドイツの、あのこの傭兵たちがメインで戦ってて、兵士はってついていただけです。へ、逆に言うとね、モンゴル帝国とかイスラム帝国、オスマン帝国が強かったのは常備軍で、常に雇ってるからずっと戦い、訓練してるんで強かったんですよね。兵士がいたわけですね。そう、まあ、話戻しまして、はい、多額のお金を借りないと戦争できなかったんですけど、これもうちょっと深読みするとですね、今度勝つ商人側の視点から見たら、 A 国と B 国の王様たちがお金困ってると、うん、でうちらの商人仲間、銀行の中のお金貸したろうやないかとなった時に、これどっちの王様に多くお金貸すかを決めれば戦争の結果ってコントロールできるんです。うまいね。A と B の王様戦います。どっちも、まあ、言ったら当時そんなにいっぱい銀行あるわけでも商人いるわけじゃないから、言ったらまあ、ね、決まってるわけですから、そうですね、お金借りに来ます、まあ、お金貸します。ちょっと今回 A の王様勝たせようかなと思ったら、こっちに極論ね、倍貸したら戦力めっちゃ増えますよね。うまいね。そしたら A 国と B 国を戦争しても絶対 A 国勝ちますよね。うまいね。このように戦争の結果ってお金でコントロールできるわけですよ。うまい。何度も言いますが、 A 国も B 国も王様もお金全くほとんど実は持ってないからね、そういうことができたということです。なるほど。まあ、この辺りまた詳しくゆうちゃんの歴史コーナー出てくると思いますけど、こういうことやってどん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 強くなっていったのがロスチャイド家とかそういうところということですね。両立てできるんですもんね。そして勝者もある程度までコントロールできるということですね。 そうですね。そしてまあ、お金を支配してそういう人たちがお金支配してるって話ですけど、その最高のお金儲けの一つが戦争ということです。めちゃくちゃお金かかるからね、何回も言いますが、はい、なのでほぼ全ての戦争の裏にはそういう人たちがいるということが、もう都市伝説ではなく歴史的事実として分かっているということですね。残念ながらですね。だ今回のアメリカとかの戦このグレートゲームに関しても当然、ね、お金かかるわけですから、裏を今はまあ町人からお金借りるとかじゃなくて中央銀行がお金出すわけですけど、中央銀行支配しても結局彼らなので構造は変わってない。なるほど。仕組みは違うけど大きく見たら全く一緒ということです。そして戦争はそういう視点から見ると一番大きくお金動くってことは一番大きなビッグビジネスってことですね。
という視点もあるということですね、うん、なので戦争はお金儲けのために行われているということです、うん、そして今回アフガニスタンがまた政情不安定になりましたけど、うん、例えば他のところミャンマーもね軍事政権になりましたし、うん、パレスチナも常に軍事衝突起こってますし、うん、結構世界中で火種がいっぱいできているわけですよね。そうですね。なんかちょっと今すごく怖い時期になってきてるんじゃないかなと、ね、どこでもう起こってもおかしくないですもんね、うん、そしてね何回もこのコーナーにも言ってますけどこの10年ぐらいかな、うん、まあ大きな戦争起こってないですよね、うんうん、アメリカ軍も戦争してないですよね。そうですね、うん、でこれずっと言われてるんですけど言うたら武器も、まあ、ずっと同じもん使ってたらだんだん使えなくなるんで、うん、常に新しい武器に変えなあかんけど戦争なかったら変えるきっかけないんで、うん、実はアメリカ軍の武器の周期っていうので戦争起こってないかって説もありますけど、うん、もうそれ全然超えてるんで、それ10年に1回なんですよね、うん、賞味期限が賞味期限食べんけどなで今どうなってるかっていうともう使うとこないんで実はアメリカ軍の武器っていうのがどんどん警察まで降りていってるんですよ、うんうんうん、だから今警察の装備すごいんですよ、うんうん、アメリカ軍ね、うんうん、もちろんその軍から流れてた装備っていうのはいわゆるまあアメリカだギャングとかマフィアにも流れていくんで、うん、マフィアとかもすごい武器持ってるんですよ。へえ、まあ、ちょっと前ですけどねマック10っていう、 もうマシンガン持ってますからね街のギャングがね、うん、マジで戦争で使ってたそのマック10っていうあのサブマシンガンをギャングが持ってるレベル危なすぎるな、うん、時代それが10年ぐらい前今もっと多分最新兵器持ってると思うんですけどアメリカの警察もすごい重装備になってますからね。じゃあねギャングそんなんやったら自分たちも持ってなんかもんね、うん、すんげえ怖いことになってますからね。えげつないな、うん、ということでですね話がいろいろと言いましたけど、まあ、そういう方お金っていう観点で見るとやっぱ戦争って起こりますし、うん、それが近々ちょっとあるんじゃないかということでまあねちょっとこれからも最新情報を追っていきたいなと思っております、はい。またね、何か緊急なことがあればすぐに神様の公式メールまでも緊急速報を出したいと思いますし、あと冒頭で言ったらね、コロナに関連しても本当にやばい裏話いっぱいあるんですけれども、こちらの YouTube はできませんので、その最新情報を送りさせていただくためにまだの方はぜひメールの方を登録しておいてください。動画概要欄に貼っております。はい、みんなが聞きたいような裏話をお伝えしていきます。チャンネル登録お願いします。この動画が良かったと思われる方はぜひいいねお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味も込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。暗い話になったら寝直しのいいコーナー前世がアレクサンダー大王と言われている七藤さんその時の思い出話を教えてください。アレクサンダー大王といえば世界を征服しようとした、ね、聖書に出てくる大英雄ですけども、あ、俺ってなんで死んだと思う？あ、アレクサンダー大王の時に僕、そうなんだ、前世で前世、なんで死んだって言われてる？病気とかじゃないですか？って言われてるじゃないですか、うん、あ、そうなんですか？なんで亡くなりはったんですか？ほら使えやろそれは裏話で言われてるやつですけど、うんうんうん、あのね、なんか、うんうん、ちょっとさあアレクサンダー大王の裏話、うん、自身のね裏話教えてくださいよ。あ、いろんな逸話あるじゃないですか、うんうん、例えば アレクサンダー大王結婚したの実は、カブールなんですよね。あ、カブールなの、うん、アフガニスタンのね。へえ、ってことで今思いついたんですけど。あ、なるほどね。そんなね綺麗なもんじゃないんですよ、みんな歴史やから、うん、なんかこうそういう汚いとか綺麗とか汚いとかね、汚いところも省いて想像してしまうんですけど、うん、そうですね、うん、みんな憧れましたからね、アレクサンダー大王に。そんなことないから、もう大変やったから。もうどんな風に大変やったんですか？もうなんかもう裏切るしおうおう、めっちゃ裏切るし、裏切られたん、うん、裏切るし、うん、うん、もう大王とか言うしそれよ、いやいや、王でいいのに大王大王とか言うてくるし、あ、意味合いとったん、そうそうそう、いや大王って意味合いとった、大王えってお前ら、お前大王やけど、うん、王でいいから俺は王やからですよね、うん、大王もうえってお前、大王国二つ治めた時点でも大王言ってきたからね。もう結構しんどい、結構大王いじり長かった。うん、え、なんで僕
死んだ年知ってる？何歳で死んだの知ってる？何歳ですか？若かったね。うん、若かったね。32、3。ああ。若い。いやーと言われてるけどね。でもその頃にはもう今で言ったら世界最大ぐらいの国やったわけですよ。あなたの国は。うん。でもインドの方まで攻めていったわけじゃないですか。ヨーロッパから。結構な。ギリシャから。結構たまたまやねあれ。たまたまなん？うん。行ったら勝てたみたいな。そうなの。あれ？あなたの後世の歴史家たちはみんなあなたを目指してたわけですよ、うん、シーザーもカエサルも、うん、アレクサンダー王みたいなやつは言うて、ね、僕に真似てやってたわ、いろいろ。ヒトラーでさえそんなやつだもん。あれたまたまやねん、結構あのもう長いだたまたまやったんよ。た、うん、行ったら買っちゃったみたいな。そうなんや。行ったらもうみんな噂やん、あの時代って。あ、うん、強いやつが来ると。強いやつが来る。大王が来ると。来るぞーって言って。もうまたいじりよってみたいな。いえって言うけど、行ったらもうみんな降伏しまーすって。長い。長い。大王長いよ。すいません。大王の大王またやります。大王コーナーやります。なんかこれちょっとおもろいなと思って。おもろい。これで大王の歴史語って言ってもいいね。すぐ調子乗る大王。これからも大王の昔話にご期待ください。カブールで結婚してん。どんな結婚式やったん？結構良かったよ。いやもう長いって。